コーヒー好き皆さん、どうもこんにちは。同じくコーヒー好きの高橋優太でございます。本日、2021年12月30日でございます。ということで、今回は、2021年から2022年にこうまたぐということで、節目の2021年振り返り動画やっていきたいと思います。高橋優太の動画。はい、では今回2部構成でやっていきたいと思います。まず第1部はコーヒーツールについての話ですね。これまでいろんなコーヒーツールを、紹介、させていただきましたけれども、結局、どのコーヒーツールを高橋優太は使っているのかということで、2021年によく使ったコーヒーツールについての話をしてみたいと思います。で、第2部は振り返りですね。2021年の僕の、コーヒーライフ、どういうことをしてきたかとか、どういうことを感じたのかとか、そういったことをざっとお話ししてみたいなと思います。はい。ということで、第一部ということで、2021年高橋優太がよく使ったコーヒーツールについての話をしてみたいと思います。いくつかちょっとこちらに用意しましたので、順番にご紹介していきたいと思います。ダイジェストでいかせていただきます。まず一つ目、こちら。はい。赤い矢のルナというコーヒースケールですね。はかりです。はかりなんですけど、こちら購入したのがですね、2018年ですね。3年前に購入して、紹介もさせていただいたものになりますけれども、やっぱりですね、こちらいいです。なんかもう手放せない存在になってますね。最近ここの USB、があのマイクロだったのが USB-C になったものが、アップデート版としてこう販売されましたけれども、全然もう全く不満ないですね。何かってやっぱりこのサイズ感なんですよね。もちろんこの、コーヒー豆なり、あとお湯注いでる時なりの反応がすごく良くて、で構成もできてっていう、その性能面はもちろんなんですけれども、このサイズ感、これ以上小さいとちょっともうサーバーとかも置けないしなっていう、サイズ感になってきますし、これ以上大きいと、ちょっとやっぱりこのコーヒースケールのために場所を確保しなきゃいけないっていうことになるわけですけれども、すごくよく考えられてるサイズ感だなというふうに思います。出すのもしまうのも楽、性能もいい。ということで、やっぱりいいです。ということです。はい。はい、じゃあ2つ目いきます。2つ目、こちらまだ紹介できてないんですけれども、はい、オクソーというメーカーの電気ケトルですね。で、ただの電気ケトルじゃなくて温度調整ができる電気ケトルになっております。前から温度調整できる電気ケトルっていうのは存在としては知っていて、マルゼンのやつとかありますよね。で、知っていたんですけれども、普通の木の、ケトルあるしなってことであんまり手出さないでいたんですよね。で、ちょっと思うところがあって、また別途紹介する時に話したいと思うんですけども、でもやっぱり一回使ってみると、次もやっぱ温度調整付きのやつがいいなっていう風になっちゃいますね。すごい便利です。何かって分かりやすいところで言うと、深入りのコーヒーを入れるときは80度でお湯を沸かして、そのまま注ぐ。で、浅入りのときは100度で沸かして、そのまま注ぐっていう使い方はもちろんできますし、あとはコーヒー以外のときも便利なんですよね。ちょっと白湯を飲みたいなっていうとき、ぬくいお湯飲みたいなっていうとき、45度ぐらい設定して沸かしてやれば、もう適温のこうお湯になって飲めるっていうのがあったりとか、そういった面でも非常に便利なアイテムです。こちらまた別途紹介したいと思います。はい、では3つ目。3つ目が、はいはいって感じですけど、はい、これ。コマンダンテ C40。手引きのコーヒーミルですね。動画の中でも何回も登場させてるんで、あれなんですけども、やっぱこう積極的に使いたい、使いたくなるコーヒーミルだなというふうに思っております。で、主にハンドドリップで入れるときとか、あとはフレンチプレス的な入れ方をするときとか、あとカッピングするときとか、少し粗めに引くときですね、はこのコマンダンテを使って引いております。はい、じゃあ極細引きをするときはっていうのはこちらですね。はい、4つ目、
少し前に紹介させていただいたイージープレッソの JMAX というコーヒーミルでございます。これですね、まあ、ハンドルがちょっと重たくてなんともっていう話をしたんですけれども解決しました、まあ、動画のコメント欄でも教えていただきましたし、あとイージープレッソのサポートセンターですね、まあ、こういうもんなんですかねっていうことで問い合わせてみたところ、まあ、ちょっと教えていただいた方法になります。何かっていうと、あの普通にこう手引きのコーヒーミルを構えると、まあ、こうなると思うんですよね、で教えてもらった方法はこうですね、はい、角度をつけて回すっていうことです。でこれ何かっていうと、ちょっとグラスに入れたコーヒー豆を、用意してみました、はい、で普通に立てるとコーヒー豆がこう下に全部集まってくるわけじゃないですか。で横にするとこうですね、こうなります。で横にすることで、一度歯にですね、噛み込む豆の量を減らすことができるんですね。少しずつこの歯の方に豆が送り出されていく形になるので、その分、まあ、軽く引けるということです。なのでその反面、あの回す回数は多くなります。たくさん回さないと引けないんですけれども、まあ引く時の重さは軽くなるということで、まあ、これであれば、まあ、やっぱり力はいるんですけど、ものすごく力を込めないと回らないっていうことはないかなというふうに思いまして、ハンドル重い問題は僕の中では解決いたしました。やっぱりあと JMAX の強みですよね。すごい細かく効き目調整できる。0.0088mm ごとに効き目の調整ができるっていうのが、やっぱりエスプレッソをやるときは非常にありがたいです。もう少し圧力かけたかったなっていうときは、こう、ま、2カチぐらいですかね。2カチぐらい締めてやると、やっぱりそのカチッとした分だけ、反応が返ってくるんですよね。圧力がかけられるようになったりとか、その微細な調整ができるっていうのがやっぱり強くてですね、エスプレッソをやるときはこちらの、イージープレッソ JMAX を使っております。はい。でスケール電気ケトルコーヒーミルときました。続いて抽出器具ですね。抽出器具についてなんですけども、まあ、普通のコーヒーを入れるとき、まあ、いろんな器具は使ってるんですけども、やっぱりこれかなっていう感じがします。はい。コーノのドリッパーですね、2人用の、コーノのドリッパーなんですけれども、まあ、比較的これ使う機会が多いかなということで、取り上げてみました。まあ、ちょっと前も話したんですけど、やっぱデザインがですね、僕好きなんですよね。こうシンプルな感じ、シュッとしてる感じと、あとはあのここの一つ穴ですねの構造もこうすすいで、まあ、水切れがいいんですよね乾きやすいとか、まあ、そういうのも良くてですね、好んでこのコーノドリッパーを使うことが多いかなという気がしております。はい。で、あとよく使ってる抽出器具としては、こちらも以前紹介しました、これですね、エスプロのトラベルプレスというものです。まあ、これよいしょ、まあ、ほとんど水筒みたいなもんなんですけども、この筒に対してフレンチプレスの機構がついてるんですよね。ここにコーヒー豆とお湯を入れて、でこれセットして、で時間が経ったらこうプシュッとやるということで、まあ、簡単にその場でコーヒーが入れられてそのまま飲めるということで、やっぱりこちら会社でよく使っております。まあ、その場で入れたてのコーヒーが飲めて、で飲み終わったらば蓋をして家で片付けるっていうのができるので、その柄の処理ですね、柄の処理がこのまま密閉して家でできるっていうのが、まあ、やっぱり良くて、こちらよく使っております。はい。で最後ですね、最後は、はい、こちら、こちらも動画の中で、たくさん登場させますけれども、フレアエスプレッソですね。こちらはメーカーさんから送っていただいたものになりますけれども、まあ、エスプレッソをやるときはもうこれですね、フレアエスプレッソを使っております。まあ、エスプレッソで飲みたい、あるいはエスプレッソを薄めたアメリカーノを飲みたい、エスプレッソを牛乳で薄めたカフェラテを飲みたいとかっていう時、まあ、いろんな楽しみ方ができて、かつですね、まあ、場所もそこまで取らないので、非常にその点が気に入ってよく使っております。まあ、なので家で
抽出するときはこのフレアかこのコーノかっていう感じですかね。はい、そのところになります。まあ、あとはちょっととりあえずって思いましたけど、みんな高いそこそこ値段するものばっかりなんですよね。そこがちょっと恐縮なんですけども、まあ、このコーノぐらいですかね、あの常識的な価格なのは。やっぱりよく考えられて作られたものは値段がお高くなっちゃうのかなっていうのはちょっと思いました。で考えてみると、まあ、この赤い矢がまあ大体3万5千円ぐらいですね。でこの奥装ケトルが2万円ぐらい。でこのコマンダンテさんがまあ3万5千円ぐらい。JMAX さんが2万5千円ぐらい。でコーノが500円から1000円ぐらい。でこのトラベルプレスが、まあ、確か5000円ぐらいですかね。でこのフレアエスプレスが、まあ、4万円ぐらい。なのでトータルすると、おいくらですかね。ちょっと待ってくださいね。概算ですけど16万円ぐらい。16万円ぐらい。いやーやばいっすね。まあ、これはまあメーカーさんからまあ送ってもらったものなんで、まああれなんですけど、まあ普通に揃えてきた16万円ぐらいする価格ということで、いやーもうなんかもう金銭価格がやばくなってますね、コーヒーキューブに対して。まあ、ただ、とはいえですよ、興味ですね、iPhone とか、まあ皆さんお持ちのスマートフォンですね、iPhone の、一番いいモデルとか買うと、まあ、15万とか16万とかするので、それに比べれば、比べるのもおかしいってあるんですけど、まあそれに比べれば、もうすごいいいもので集めても、そのぐらいの金額感に収まるっていうことを考えれば、まあまだコーヒー器具は幸せな世界なのかもしれない。ということで、まあ、ちょっと自分を慰めてみたりしましたけれども、まあ、今後もコーヒーに関してはですね、まあ、散財を続けていきたい所存でございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、では第2部、今年の振り返りなんですけれども、僕、まあ、ツイッターをやっておりまして、で毎朝コーヒー入れてコーヒー自体は楽しんでるんですけれども、そのコーヒーの写真をおはようございますという挨拶とともにですね、まあ、ツイートするようになったというのが一つあります。これですね、なんでやり始めたかと言いますと、ものすごく話飛んじゃうんですけども、最近ものすごく、サウナにハマっておりまして、頭がこうすっきりする感じがすごい気持ちよくてですね、サウナにハマっております。で、あと僕音楽も好きなんですけれども、そのサウナを題材にした音楽を作っている徳差健吾さんという作曲家の方がいるんですね。ミュージックフォーサウナシリーズっていうのを作ってるんですけれども、その徳差健吾さんが毎朝多分アドリブでやってると思うんですけど、30秒ぐらいこう演奏して、でその演奏した動画とともにおはようございますっていうツイートをされていて、あーなんかすごいいいなって思ったんですよね。僕もなんかこういうのをやってみたいなって思いまして、でコーヒーの写真をあげるようになったっていうのがあります。でこれ結構いいのがですね、かなりもう僕の中で習慣化してきておりまして、おはようございますツイートをしないとちょっと気持ち悪い気分になるっていう、そういうレベルまでになってきてるんですけど、こうまあ他のそのコーヒー好きの方とその挨拶のやり取りできるっていうのはもちろんありますし、あとはこう振り返ってみた時に、あそういえばこの時こういうコーヒー楽しんだなとか、出かけた時もなんかおはようございますってコーヒーとともにつぶやいてたりするんですけども、まあ、その写真を見返すとですね、その時のことが、まあ、ふわっとこう思い出されたりとかっていうことで、なんかやっぱこう記録にとっておくのって面白いなって思いました。僕日記とかすごい続かないタイプなんですけれども、まあ、ちょこちょここういう気軽な形で記録とっておくと振り返った時になんか、面白いなということで、まあ、これ今後も続けていきたいなと思っております。であとは今年なんですけど、コーヒーのことからまた離れますが、スーパーカブですね、原付を買ったんですよね。これが非常に良かったです。まあ、なるべくこう気軽に乗れるバイクってなんだろうな、しかも楽しくっていうのを考えた時に、まあ車体としてこう軽くて、でギアチェンジの楽しみとかってっていうことで、まあ、スーパーカブ、まあ、見た目も可愛くてってことでスーパーカブをチョイスしたんですけど、これがすごく良くて、
気軽にパッと出かけられるっていう。この間もあの SNS でつながらせていただいてるモーさんっていう方が、ですね、あのエスプレッソを入れるイベントやりますっていうのを見まして、でスーパーカゴでズバババババってこう移動したりとかですね、そういうのが気軽にできるので、これ非常にいい買い物だったなと思っております。最近感染症のあれも落ち着いてきましたので、うん、あのカブに乗ってカフェに行ったりとかっていうのを積極的にやっていきたいなというふうに思っております。はい。で、あとはやっぱり良かったのが SCAJ ですね、うん、あのちょっと前に東京ビッグサイトの方で開催された SCAJ なんですけれども、これが本当に行って良かったなと、はい、思っております。あの平日開催なんで、ちょっと仕事をですね午後だけお休みしてパッとこう足を伸ばして、まあ、やっぱりせっかくだから行きたいなってことで思い切って、まあ、2,3 時間ぐらいですかね、滞在時間としてはあまり長くいられなかったんですけども行ってみたんですが、あの非常にポジティブな気分になりました。まあ、僕はこうやって YouTube やったりとか、まあ、Twitter やったりとかで、まあ、SNS で、コーヒーに関する情報を発信したりしてですね、まあ、それで、まあ、あの皆さんの方からレスポンスいただいてっていう形で、まあ、他のコーヒー好きの方と、まあ、そういった形でつながれてはあのおかげさまでいるんですけども、やっぱりですねこう実際に人と会ってコーヒーの話をずっとするみたいなのってほぼないんですね。まあ、会社に行ってその会社の中でのまあ人間関係と、まあそれ以外のまあ週末とかの人間関係とってあのございますけれども、あんまりですねそのコーヒーのことを話す機会ってないんですよね。まあコーヒー飲まれる方はあの多いと思うので、そういった意味でコーヒーの話をですねこう全くしないってことはないんですけど、例えばこのコマンダンテがどうだとかイージープレスとかどうだとか、まあ、あとはコーノの、ドリッパーがいいとかそういうのはですね、まあ、あとはあるいはグアテマラの豆がとかエチオピアの豆がとか、まあ、そういうちょっとこう深掘っていくようなコーヒーの話は、まあ、この YouTube とかSNS でやらさせていただいてますけども、そう実際人と会って話すときにそういう話をすることはまずないんですよね。でそこに行くと SCAJ に行くともう全員コーヒー好きなわけじゃないですか、うん、結構その深い方向のコーヒー好きだと思うんですよね、まあ、中にはもうコーヒーは自分にとってただの商売ですよとビジネスですよっていう方もいらっしゃるかと思いますが、あの多かれ少なかれやっぱりコーヒー好きで、その会場に足を運んでます、あるいはコーヒーで仕事をしていて、ブースを出してますっていう方がほとんどだと思うんですよね。でそれをなんか想像しながらその SCAJ の中を歩いてたらなんかすごいこうあったかい気分になったんですよね。あでもみんなこうすごいコーヒー好きなんだろうなっていうのがなんとなくこう伝わってくるものがあるんですよ。まあ、ブースに行ってそのコーヒー豆の産地を話してる人の話を聞いたりだとか、あるいはコーヒーツールを扱ってるブースの方に足を運んで、そのツールの話聞いたりだとか、あ好きなんだなっていうのがすごいこう伝わってくる感じで、それが伝わってくると僕も話せるんですよね、うん、そのこのツールがこの豆がとかってこう安心して話せて、その会話が非常にこう楽しかったです。はい、まあなのでなんかこう自分はやっぱりこうすごいコーヒー好きなんだなっていうのを改めて感じられましたし、やっぱりそのコーヒー好き同士で話すのってすごい楽しいな、コーヒー好きの人すごい素敵な方多いなとかっていうのが改めてこう感じられたのが今年の2021年の SCAJ、 僕にとっての SCAJ でございました。うん、まあ、なのでちょっと来年はですねそのコーヒー好きの方に会いに行く、うん、積極的にこう知り合いを増やしたいっていう、のはなかなかちょっとあまり得意分野ではないので、あの少しずつまあよろしければみたいな感じになっちゃうとは思うんですけれども、まあまずはですねそのお店に、コーヒー屋さんでコーヒーを飲むだとか、あの喫茶を解禁しているお店もですね最近増えてきてると思いますので、そういう機会をまずできるところからってことで、そういう機会を増やしたいなと思っております、うん、
まあ、そのお店でコーヒー飲むのって、もうそのお店のコーヒーの表現がそのままこのカップに現れてくるものだと思うんですよ。まあ、ご自身で焙煎してるようなところであれば、そのまあ豆を焙煎して、で、ミルで挽いて、で抽出して、でそれが出来上がってきていただけるっていうことなので、まあ、そういった意味でこう外からの刺激が欲しいなとか、そういうふうに思っております。まあ、なのでちょっとスーパーカブに乗ってですね、カフェに行く機会をちょっと増やしたいなっていうのが一つですかね。であとはそうですね、まあ、YouTube もちょっと振り返るとですね、もうパタッとまた休んじゃったんですよね。2021年のこの投稿動画を見返してると、4月ですね、4月に投稿して、次投稿したのが10月とか、まあ、半年ぐらい空いちゃって、これ、もう少し定期的にやっぱり投稿していきたいなというのは、改めて思っております。まあ、何回同じようなこと言ってるか分かんないんですけども、今度こそはっていうことですね。まあ、この4月から10月の間に、まあ、私生活がちょっと、忙しくなっちゃったっていう、まあ、これただの言い訳でしかないんですけど、そういうのがありました。まあ、会社の仕事もそうなんですけど、まあ、引っ越しがあったりだとか、そういうのもあってちょっとですね、その動画を作るっていうところまで、気が回らなくなってしまったっていう、ことがあって休んじゃったんですけども、まあ、10月の時点でも結構忙しかったんですが、まあ、やっぱりですね、こう好きなことをですね、好きなことを発信するっていうのを無理してでもやると、やっぱり気持ちがこう上向いてくるっていうのが、僕としてはあると思ってるので、まあ、忙しさにかまけていないで、この YouTube、SNS の活動っていうのをですね、っていうのは、まあ、1ヶ月に少なくとも2回ぐらいはやりたいなっていう、まあ、ツール紹介とかもやっぱこうネタがこう溜まってるのがあるんですね。こういう浴槽のケトルとかありますし、動画投稿しない間も結構こうポチポチ買ってるんでまあ簡単なところではそのツール紹介とかってもありますし、まあ、あとはお出かけした時の動画とかっていうのいくらでも作れると思うので、やっていきたいですね。そこはもう意識して動画作れるような、はい、形で、活動していければと思っております。はい、じゃあちょっと長々と喋ってしまいましたけれども、はい、最後までありがとうございました。2021年も大変お世話になりました。2022年もどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。それではまた2022年にお会いしましょう。高橋でございました。では。